いざや書、十章。災いだ、不義の起手を制定する者、不当な判決を書いている者たち。彼らは弱い者の訴えを退け、私の民のうちの貧しい者の権利をかすめる。こうして、やもめは彼らの餌食となり、皆しごたちは奪い取られる。訪れの日、遠くから嵐が来るときに、あなた方はどうするのか。 誰に助けを求めて逃げ、どこに自分の栄光を残すのか。ただ、囚われ人の足元に膝をつき、殺された者たちのそばに倒れるだけだ。それでも身怒りは収まらず、なおも身手は伸ばされている。ああ、アッシリア、私の怒りの無知、私の憤りの杖は彼らの手にある。私は、これを神を敬わない国に送り、私が激しく怒る民を襲えと、 これに命じる。物をぶんどらせ、獲物を奪わせ、道端の泥のように、これを踏みにじらせる。しかし、彼自身はそうとは思わず、彼の心もそうは考えない。彼の心にあるのは滅ぼすこと、少なからぬ国々を立ち滅ぼすことだ。というのは、彼がこう思っているからだ。私の高官たちは皆王ではないか。カルのもカルケミシュのよう。 ハマテもアルパデのようではないか、サマリアもダマスコのようではないか、エルサレム、サマリアにまさる刻んだ像を持つ偽りの神々の王国を私が手に入れたように、私はサマリアとその偽りの神々にしたように、エルサレムとその多くの偶像にも同じようにしないだろうかと。主はシオンの山、エルサレムで、 ご自分のすべての技を成し遂げるとき、アッシリアの王の思い上がった心の果実、その高ぶる目の輝きを罰せられる。それは彼がこう言ったからである。私は自分の手の力でやった。私の知恵でやった。私は賢いからだ。私が諸国の民の境を取り払い、彼らの蓄えを奪い、全能者のように住民を貶めた。私の手は、 諸国の民の財宝を巣のように掴み、私は見捨てられた卵を集めるように、地のすべてのものを集めたが、翼をはためかす者も、口を大きく開ける者も、泣く者もいなかった。斧はそれを使って切る人に向かって高ぶることができるだろうか。ノコギリはそれを引く人に向かっておごることができるだろうか。それは、 無知がそれを振り上げる人を動かし、杖が木ではない人間を持ち上げるようなものではないか。それゆえ万軍の主、主はその最も声太った者たちをやつれさせ、その栄光のもとで炎が燃え上がる。イスラエルの光は火となり、その聖なる方は炎となる。燃え上がってそのおどろと茨を一日のうちに舐め尽くす。 主は、その美しい林も、果樹園も、また、魂も、体も滅ぼし尽くし、それは病人が痩せ衰える時のようになる。その林の木の残りは数えるほどになり、子供でもそれらを書き留められる。その日になると、イスラエルの残りの者、ヤコブの家の逃れの者は、もう二度と自分を打つ者に頼らず、イスラエルの聖なる方、 主に真実を持って頼る。残りの者、ヤコブの残りの者は力ある神に立ち返る。たとえあなたの民イスラエルが海の砂のようであっても、その中の残りの者だけが帰ってくる。壊滅は定められ、義が溢れようとしている。すでに定められた全滅を万軍の神、主は全地のただ中で起こそうとしておられる。 それゆえ、万軍の神、主はこう言われる。シオンに住む私の民よ、アッシリアを恐れるな。彼が無知であなたを打ち、エジプトがしたように、杖をあなたに振り上げても。もうほんの少しで、私の憤りは終わり、私の怒りは彼らを滅ぼしてしまうから。オレブの岩でミディアンを打った時のように、万軍の主が彼に鞭を振り上げる。 杖を海にかざして、エジプトにしたようにそれをあげる。その日になると、彼の重荷はあなたの肩から、彼の首きはあなたの首から覗かれる。首きは死亡のゆえに外される。彼は綾手につき、ミグロンを過ぎ、ミクマスに荷を置く。彼らは峠を過ぎ、ゲバで野営する。ラマはおののき、サウルのギブアは逃げる。 娘ガリムよ、だ高く叫べ。よく聞け、来社よ、哀れな穴とて。マデメナは逃げ去り、ゲビムの住民は避難する。その日のうちに、彼はノブで立ちとどまり、娘シオンの山、エルサレムの丘に向かって手を振り上げる。見よ、万軍の主、主が恐ろしい勢いで枝を切り払われる。竹の高いものは切り倒され、 そびえたものは低くなる。主は林の茂みを鉄の斧で切り倒し、レバノンは力強い方によって倒される。